テコンドーテコンドー、または、剣道、対剣道、テコンドー、テッコンドーとは、スポーツ、格闘技の一種で、発祥地の韓国では国技に制定されている。剣道の、は、踏むとぶける、等の足技、拳はつく、叩く、受ける等の主義、道は、道教を意味する。2016年の時点では、世界206カ国に普及しており、 競技人口は7000万人を数える。テコンドーは日本の小統館空手から派生したものであり、発達してきた過程には伝統とスポーツの二つの側面がある。これらはいずれも不可欠であり、その境界線はしばしば曖昧でもある。国際競技連盟として、国際テコンドー連盟とワールドテコンドーの二大系統や派生団体の間には競技、 技術面での違いこそあるが、脚力と足のリーチを生かした、移動姿勢からの蹴り技重点が置かれている点は、共通している。最も明確に、両団体の違いを見て、取れるのは、競技としてのスタイルとルールの違いである。テコンドーのトレーニングでは、主として防御、蹴り、突き、手刀を身につける。一部の道場や教室では、ハプキドウやハンムドウといった、古神術も指導されている。 具体的な競技人口は1980年代末の時点で ITF に約1、500万人、WT に約3、0、0、0、0、0、人の合計、約4、500万人である。アメリカなどでは、空手の看板が掲げられていても、実際に道場に入ってみると、韓国国旗を掲げて、テコンドーをしているというケースに、ジャーナリストの頑丈休みも遭遇しており、 実際の競技人口は、交渉よりも多いという。日本テコンドー協会、WTK の島田昭夫によると、東洋の武道の中で最初に、欧米に渡ったのが空手であるため、東洋の格闘技イコール空手のイメージが強く、テコンドーを教えていながらも空手を名乗る道場が多くあるという。テコンドーがアメリカに入ったのは1960年代で、その後急速に普及していき、 島田が渡米してテコンドーと出会った時点での普及率は約50%。1987年現在では全米の武道人口のうち70%をテコンドーが占めているという。また、島田は自身がテコンドーの前に空手をしていた経験から武道としての実践性を見れば日本の空手は凄まじいものがあるが、 テコンドーを実践性で空手などの日本の武道と比較する意味はな、テコンドーは純然たるスポーツ競技だと述べている。ITFK は初期のテコンドーを受け継いでおり、武道としての色彩が濃いが、WTK はオリンピック競技化を明確な目標として実践性を犠牲にしてでも、スポーツとしての面白さ、わかりやすさを追求していった。また、当時、 普及度において先行していた空手が IOC 国際オリンピック委員会に承認されれば類似する。テコンドーのオリンピック競技化は困難となるため、韓国はテコンドーのスポーツ化を進めると同時に国家的なバックアップのもと指導者と選手を育成して海外普及に努めた。その結果、1970年の時点で統一組織を作り、世界大会を開催していた空手を追い上げ、 73年に世界大会を開催、80年には IOC に加盟し、86年のアジア大会で空手に先んじて正式競技となり、88年のソウルオリンピックでは公開競技として再されることになった。武道としての実践性を規制にしても、スポーツとしてのわかりやすさ、面白さを追い求めていった韓国の戦略が、 伝統に固執する日本の空手を引き離してしまったと、感情は結論づけている。1955年4月11日、テコンドーという名称は、西尾博士、チェ・ホンヒが日本留学中に学んだ、小刀艦空手をもとに、独自の工夫を加えて、正式に命名された。1940年代中盤の朝鮮半島では、韓国併合後に、 日本から伝わった空手が、コンスド、空手道、タンスド、遠出道、または空手、ハンデなどの故障で普及し始めた。当時の主な道場勢力は以下の通りである。1950年代、韓国内の武道団体統治の動きは、武道自体の名称統合の流れを生み、テコンドーが命名される。国政の動乱の中で一度は解体されるも、命名者、 西洋広士の活動により復活を果たす。これは、当時の軍国、民族主義的風潮への配慮、空手が日本を想起させる、後に続く反日教育家もあったため名目上、鉄拳の名前を利用した。武道としては、空手の派生であるとされる。再び会長職に就いた西洋広士も一年余りで、その地位を退き、 新たに創立された国際テコンドー連盟の総裁に就任。一方、大韓テコンドー協会は韓国国技を担う位置づけを獲得していく。こうしてテコンドーは二つの系統に分かれて発展していくことになる。1970年代に韓国国技の位置づけを確立した WTF、後の WT テコンドーは1980年代に 入りオリンピック競技会の一途をたどることとなった。テコンドーの主要団体として ITF と WT の二つがあり、異なるシステム、球位、段位等とスタイル、技、型、試合ルール等を持っている。また、特に欧米ではいずれかにルーツを持ちながら独自に派生した振興団体も一部存在する。国際テコンドー連盟は、 1966年3月22日に9カ国の承認を受けて韓国のソウルで発足し、初代総裁は西洋博氏が務めた。ライトコンタクト制のルールで下段攻撃は禁止されているが顔面への拳攻撃は許容されている。防具は手足のみに着用し、ベースとなった空手により近い。1974年10月。 ITF 第1回世界大会開催、カナダモントリオール。以後、2009年まで16回の世界大会を開催。2002年、初代総裁の、西尾博氏没後、ITF は、トランクアン派、長武氏派、西茂隔派の3派に分裂。2010年、ハイチ震災で、トランクアン派 ITF 総裁没後、新総裁に副総裁であった球団史聖パブロ。 トラフテンバーグ、アルゼンチン国籍が選出された。2015年、張武氏派の ITF 総裁に、朝鮮テコンドー委員会副委員長リヨンソンが選出された。初代総裁、西王博が生前、越権行為を理由に、ITF から除名した息子のサ茂シゲルカ、チェジュン派、カナダ国籍を総裁とする派閥。後に韓国派とに分裂。 三波後継団体中、その大会規模は小規模傾向にある。2010年現在。西尾博士が自らの故郷地のあった北朝鮮で死去後、その遺言を根拠に臨時特別総会をもって選出された北朝鮮国籍の IOC 理事である張武氏、チャンウンを総裁とする派閥。WTF、後の WT との統合案が暗証に乗り上がり、 旧来の南警視班が離脱している。大会開催国の傾向として、旧東側諸国が目立つ。北朝鮮での張武氏、チャンウンの総裁選出方法が、ITF 検証違反であるとし、従来の定期総会をもって選出された八段、諸方トランとリュークアン、カナダ国籍を総裁とする派閥。三派後継団体中、その大会規模が、 最も大きく大会開催国の傾向として、欧米級西側諸国に集中。2016年現在。世界テコンドー連盟、後のワールドテコンドー WT は、1973年5月28日に、韓国国議員で行われた、設立会議をもって設立。限定フルコンタクト制のルールだが、防具は、手足のみならず、頭部、頭部にも着用する。 等安全性が考慮され、より、スポーツ性が高い。また、下段攻撃、ローキック等や顔面への拳攻撃は禁止されており、連続の突きは点数にならないなど、より蹴り技に重点が置かれている。足のボクシングとも形容される。オリンピック正式競技になっているのは、スパーリング競技、キョルギのみだが、世界選手権では型、プムセシナゼ、ミワリ、キョッパ、 激派等の種目も行われている。日本国内での主要団体として、WT の全日本テコンドー協会、全日本テコンドー連盟、ITF の社団法人、日本 ITF テコンドー協会と北朝鮮派の日本国際テコンドー協会、他に分裂を繰り返す、小規模団体、いずれも略称 ITF ジャパンを、主要が存在し、また、日本の ITF から派生した。 日本テコンドー協会が存在する。1970年代に創設された日本の神奈川県川崎市にある道場。1999年から日本テコンドー連盟で選手登録を行った。もともと空手道場だが、1982年に会長が韓国へ空手を教えに渡った際、現地でテコンドーを覚え、日本へ持ち帰った。会長は、 田中角へのボディガードを務めた経歴を持つ。1993年、岡本より子は両性だった。別名は司会。引退もしくは他競技に転向した人物も含む、テコンドーには、空手と同様に、型がある。ITF の方は、トゥル、WT の方は、プムセシナゼと呼ばれる。ITF には24の方、トゥルがあり、その名称は、 朝鮮半島の歴史や神話の人物にちなんだものとなっている。サインウェーブと呼ばれる移動時に上下に波打つ独特の動作が特徴。WT の方、プムセには、小立てされた大局、テグや韓国の地名にちなんだ名称を持つ、高来、コリオ、コンゴー、クムガンなどがあり、国議員による統一教本に準じて標準化されていい。 2000年のシドニーオリンピックで WTF、後の WT テコンドーが正式競技として採用された際、競技会催場の変更、制約が適用された。テコンドーの源流は日本の空手である。創始者である斉王博氏は、小統館空手を学んでテコンドーを創始したとしている。また、韓国の国技院副委員長は、テコンドーは空手から派生したものであり、 蹴りを主眼において競技化したことで空手との差別化を図ったとしている。テコンドーの起源を韓国の古武術鉄拳に求める見方もあったが、韓国の伝統武術として普及させることを名目に宣伝されてきた経緯による。李氏朝鮮時代には弓は盛んだったものの、文村部非体制化により部は軽視されており、 テコンドーの前身となる武道の普及が活性化した1940年代中盤の朝鮮半島に独自の武術が残っていたというらけはない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。